好きだもん。ガールズのキャスティングがやっぱり難しい、報道がちょっとあの偏りすぎてて、うん、これはまあ事実として僕は言っとかなきゃいけないなと思いましたので、うんうんうん、やっぱり伊藤健太郎君は素晴らしかったなって、うん、自分の仕事としてヒットしてる要因を探りに行く。ダメだったやつもどこがダメか、うん、確認しに行ったりしますけど、うんうん、それだけでも映画になるということが、ね、うんうんうん、証明したと思いますね、うん、新しいもの見ないとダメよって、新しい表現できないからねっていう、うん、これやっぱり好きなんだよこの一本、うん、もしゆうちゃんが見てないんだとしてれば、うん、見なさいよっていう風な映画を一本教えてください。すごい迷ったんだけど、うん、いや本当ね、朝まで迷ってたのよ、何がいいのかなと思って、うん、いや伊丹さんかなと思ったね、はい、伊丹さんのやっぱりお葬式って、うん、やっぱり一番面白いと思うんですよ、うん、でプロデューサーとして映画語るんであれば、うん、やっぱりお葬式って伊丹さんプロデューサーでもあるわけだし、うん、伊丹映画のプロデューサーって誰よりも伊丹さんだったわけだから、うん、はいはい、あのプロデューサーの映画論ということであれば伊丹作品の一作目かなと思ったんですが、うん、やっぱりですね一本というかですね、はい、2本にしましょう、はい、フランシス・フォード・コッポラのゴッド・ワーザーと地獄の黙示録です。同じ監督です、はい、同じ監督の、1972年のゴッドファーザーと、はい、地獄の黙示録というそのベトナム戦争を描いた超大作、はい、これは2本じゃなくてですね、厳密に言えばゴッドファーザーで3本、3作目もいいんですか。あの来月ですね、うん、ディレクターズカットが出ますから、ね、それ確かの宣伝じゃないですか。あれ楽しみなんですけど、はい、ゴッドファーザーって1976年の水曜ロードショーの5周年記念特番の1本でもあったんです、うん、ああなるほど、で1で1の方ですね、1ですね、野沢那智さんがやったんですね。そうですそうです、はい、2週にわたってやったんですけど、アルパチノの声で、その1週目でそれで初めて見たんですよ。ああそうなんですか、うん、当時だから74年公開じゃないですか、うん、はい、72年ですね、2年です、4年はパート2ですね、2年ですか、2年ですね、はい、で初めて見た時に美しき親子の話じゃないですか、はい、うん、で最初のなんかね、子供の時だから、要は11歳だからマフィアとビトーコルネオーネと、マフィアの組織の、うん、話っていうのは非常によく分かんなかったんですけど、うん、ビトーが撃たれた後、うん、やっぱりマイケルが、はい、やっぱり次のドンにならなきゃいけないっていう過程だから成長ですよね、はい、うん、そこがね子供ながらまだすごいピンときちゃったんですね。娘さんを、いたずらされちゃったお父さん、うん、でそれがなんかまあいたずらっていうかまあボコボコにされて、ね、で敵取ってくださいって陳情しに来るお父さんが、警察に頼んでも、ダメな事案の時に、うん、その人は誰に頼むかって言ったらばビトー・コルレオーネという、うん、その組織の長に、うん、ぜひその、復讐をっていう言い方はしないんだけど、うん、それを頼みに行く、うん、娘の敵を、はい、そう、うん、でもそのね、お父さんというのは今までマフィアだから同じシチリート出身でもちょっと距離を置いてたんですよね、うんうん、でそれをね、ビトーとコルネオーネっていうドンは指摘するの、お前はずっと俺に距離取ってたよなと、うん、こういう時で声があってと、うんうん、でその時にお父さん撃たれて病院に担ぎ込まれて、で撃たれてから死んでないのよ、うん、敵対組織はとどめ、うん、ね、刺しに来てもおかしくないけどいつ、うん、で警察がいないんですよね。ないですね。だって警察と対敵する組織はつながってると、警察もグルですからもう、はい、うん、でそこでマイケル、だからアルパチーノのマイケルが来て、うん、パパ僕は絶対守るから、監獄呼んでベッド動かしていいですよ、ね、とか、ね、暗い病院の中の場面がいいですね、うん、ゴードンウイルス、そう、うん、カメラは、で病院の正面玄関でね、うん、やっぱり来るから見張ろうって、うん、でそこに葬儀屋さんが来ましたよね、来ましたよ、はい、葬儀屋さんですよね、葬儀屋だっけな、だから、そこに立ってろっていう、立ってろ、立ってろって言って、うん、立ってろって、俺葬儀屋ですけどみたいなんで、うん、いや立ってろと、うん、コートの襟立てろと、うん、ポケットの中手突っ込むと、うん、
さもなんか拳銃が入ってるように見せろっていう、あの2人でビビりながら、あのちょっとあのビビりながら、あのところがちょっとなんともあの当時の小学生の僕に刺さりまして、なるほど、マイケルがどん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 やっぱり、ね、アポロニアと出会って、あの、ね、チリと言って死んじゃって、で彼があのたくましくなっていくと冷酷になっていくじゃないですか、まあ、最後モンスターになっちゃうんですけどね、その過程がやっぱりね、小学生ながら見ててすごい面白かったというのがあって、どっか自分に重ね合わせてみるというのは、なんか見直すたんびに見方が変わるっていうか、一番驚いたのはやっぱり、刑の扱いなんですけど、パート1っていうのは、パート1とパート2の違いって何かなって言って考えた時があって、パート2ってどっかやっぱりモンスターたちの話なんですよ。俺のトム・ヘイゲンだって狂ってるじゃないですか。あ、確かに。ブランキーのとこ行って、お前ギリシャ神話知ってるかとか言って、だってローマ王国ですか、パート3はもうもちろんそうですけども、パート2だってキューバにモンスターが一人いるわけですよ。イーストラスバーグが演じてる、パート1ってみんなモンスターになだけなってくるんですけど、K が、K というのは、マイケルの奥さんになる。わかりました。ダイアン・キートンというね、女優さんが言ってたんだけど、冒頭ですね、マイケルが K に、自分のところの一族の人間関係を教えるじゃないですか、パーティーで、あれは誰々さんで、あれは黒沢さんのよく有名なの悪いやつほどよく眠るの冒頭のシーンに影響を受けたって言うんですけど、それで大体組織の人間関係とか大体分かるんですよ、お父さんがどういう人かっていうのも分かるんだけど、それもあれは K に説明しなくて、お客さんに説明しないわけですよね。両方ですね、それはね。そうですね。K はお客さんなんですよね。そういうことですよ、ね。数少ない、一般の人なんですよ。はいはい、で、最後、ラストシーン、モンスターになったマイケルを、ドアが閉まりますよね。K がずっと見てますよね。そうですね。お客さんですよね、感じ、はいはい、よくできてるなと思って。はい、なるほど。これ、まあ、ゴッドファーザーのメイキングなんですよ。メイキング本なんですよ。ラストシーンなんですけど、これなんと、最初は最後、K が、マイケルの今後のことを思ってお祈りしてるシーンで終わるようになった。で、それじゃあ弱いっていうことで、プロデューサーが、コップラにこれ弱いからって直せと。で、できたシーンが、今の完全版の原稿のシーンなんですって。まあ、もちろん、最終のファイナルカットっていうのはコップラ。なんですけど、選んだのもコッポラだと思うんですけど、まあプロデューサーと監督の関係っていうんですか、監督のやっぱり才能を最大限発揮させるために、あるべき姿だな、プロデューサーのあるべき姿だなっていうのはこのファイナルカットのエピソードで思いました。ジョン・フォードの才能を最大に生かしたのがバレルエフザラックだっていう、一緒だね。そういう意味で、ここ弱いからここ取り直し、ここもうちょっとなんとかっていう風なプロデューサー指示っていうのを出すんですか、永田さんご自身。取り直しはね、さすがにね、ないですね。ないです、そんな予算潤沢じゃないですか、この映画は。はいはい、ただ残影の時によく、最初にラッシュっていうかね、ある程度映像つなぎ見せてもらった時に、正直怖くなかったんですよ。で、特に中村さん、このままじゃちょっと怖い映画にならないですよっていうのを言ったらですね、すっごい怖いの分かってた。だから当時多分中村さんもどこまで怖くしてるかっていう、レベルがちょっといろいろ手探りだったと思うんですよね。そこもリミッター外してくださいみたいなことを言った覚えはあります。それはプロデューサーというその最後の仕事かもしれない、監督がこう取ったやつをこうじゃなくてこういうふうにしなさい、してくださいというふうなのは、よくその監督に最終編集権がある場合とない場合ってあるんですよ。でそれがハリウッドでいうところに最終編集権っていうのは最終的にはスタジオとプロデューサーが持っていて、監督にはその編集権がないっていうパターンが多かったのね、昔。でもその最終編集権っていうのは永田さんご自身が持ってるわけではないんですね。いや、そこはね、そういう契約をあえてしてないだけです。してないだけですよ、だからもう一本の地獄の黙示録っていうのは最初に公開された版と今度はコッポラさんが自分でもう自分の映画だから、本当の自分のカットを、全部盛り込んだ映画を作りたいって言ってディレクターズカットっていうのは別バージョンであったりとかするんだよね。そっか、地獄の黙示録の話もしなきゃいや、ちょっと簡単にでも あのね、
未だに商売になってるって素晴らしいですね。すごいですね。はい、確かに。もう映画って僕思うんですけど、うん、あの確かに、ね、大ヒットするっても大事なんだけど、うん、5年後10年後でも見られるものにしとかなきゃいけないなって、うんうん、見られるってイコールはお金になるってことです、うんうん、なるほど。プロデューサーはお金を生まなきゃいけないですから、うんうん、ずっとあの10年20年30年40年50年後も見てお金になるもの、うん、でその出資者に還元できるものにしとかなきゃいけないなとはちょっと思いますね、うん、なるほど、うん、だからそれがね、あれですよ、人が人のセックスは何でしょう、うん、少年でしょう、凶悪でしょう、うん、もうね、親戚児童にお渡しできない映画、うん、おすすめできない映画ばっかですから。でも人のセックスを笑うなで木村武雄さんの遺作になってません？そう、木村先生のね、はい、あのそう、あの、あれ美術でいいんですか、うん、美術です、美術です、うん、あの黒沢監督さんとかも仕事をした木村武雄さんというあの日本を代表する美術監督の方の遺作が人のセックスをもらうなんですよ、うんうん、やっぱり経験豊富ですから、うん、なんていうんですかね、あのやっぱり与えられた条件で最大限のパフォーマンスするのがすごくらしいですね、はい、だから予算がこれだけしかないけども、うん、この、部屋の作りを、うん、すごくそのいいものにしてくれって言ったらばできちゃう、うん、あとどう見せたら、はい、あのそれが効果的に見えるかっていう、はいはい、だから ただ本物作ったってしょうがないですからね、うん、映画ってこの画面の中で見れるだけです、うん、ものですから、うん、別にあの本物通りに作らなくても、うん、あの見えればいい話ですから、うん、どうそれが見栄えがいい、うん、よく見えるかっていうことを計算して作れる人がやっぱり優秀な美術監督だと思います。そういうだからスタッフだとか、あの監督も含めて全部をこう統括するというか、監督はもちろん現場だけども、この、美術監督にお願いしようとかも含めた、スタッフを揃えて、ちゃんと映画を一本作りやすい環境にされている方です、うん、あれね、そうロマンスドールっていう作品なんですけどね、はい、ラブドールのね造形師の男性が主人公、それが高橋一生さんで、うん、その奥さん蒼井優さんで2人の夫婦の10年間の話なんだけど、ラブドールの工場が出てくるんですよ実際、うん、でも葛飾であるんだけどねその工場、うんうん、あるんですけどモデルになったところが、はい、ただそこ営業してますから映画で使えないじゃないですか、はいはいはい、作らなきゃいけない、うん、あそうなんですか。あれはだから一部本物の工場を作ってますけど、うん、ほとんどはもう、火災のある工場、うん、今使われてない工場を装飾して作ったものなんですけど、うん、あれこそね美術スタッフの結晶ですね。結晶ですね。予算なかったですから、うんうん、モデルになった工場の社長が見に来て、うんうん、ここに工場場所を移してもいいぐらいよくできてたっていう、うん、本物だっていう、そこのね、工場の社長が鬼太郎さんで、ね、渡辺恵里さんも良かったですね。工場の社長は、うん、ピエールだ。あ、そうか。なんで公園並んだっていう。本当にハマってましたよね。はい、よかったです。良かったです。ぜひ、ロマンスドール、ご覧ください、はい。いっぱい見なきゃいけないもんね。はい。次の企画動き始めてます。来年撮影できれば、来年撮影できれば、うん、ちょっとコロナでいろいろ準備が遅れちゃった、はい、なるほど、うんうん、来年中にクランクインできればいいかな。なるほど。結構な規模で作られる、やっぱり小規模ですか。一本はロマンスドールぐらいの規模かな、はいはいはい、もう一本はもう少し大きくなると思いますね、うんうん、2本動いてると思うんですね、うん、もうあと1本あるか、うん、うん、まあ、全部ねゴールできるかどうか分かんないから、うん、映画ってそうなんですか、うん、ゴールできないっていうのはお金が集まらないとか、うん、役者さんが決まらないとかさ、うん、いろんな事情でストップしちゃうこともあるから、うん、絶えず、企画は複数動かしとかないと、うん、結局1本やってて1本ものにならなかったらまた準備にね2年3年平気でかかっちゃうんですよ、うん、まあ、3年はかからないけどね、平気で1年から2年はかかるから、うんうん、じゃあ今後も作り続けていただきたく、今日はこの辺で、はい、お話、終了させていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
さて第3回目の語るシネマ、あっという間に終わってしまいましたが、吉川さん今回はいかがだったでしょうか。はい、ですね、映画を作るプロデューサーというものがいかに大変か、もうそして楽しいか、永田さんの言葉で非常によく分かったと思うんです、はい、何よりも永田さんが映画を作る際に、大切にしているのは人とのつながりと、それから、映画への愛情ですね。それが本当によく分かった、今日のお話だと思います。ゆうちゃんいかがでしたか。はい、もう今まで触れてこなかった世界もまさにこう映画の裏側の世界を知れたっていうのが本当に一番の収穫で、でもやっぱり根源にあるのはもう映画が大好きで、映画を見続けたい、そしてその楽しみをみんなに知ってもらいたいっていう情熱、愛情が本当に感じられました、うん。まあ、そしてもうなんといってもこのロマンスドール、これを永田さん、そう、永田プロデューサーの、最新作ですね。最新作、今絶賛レンタル中でもございますけども、はい、なんとそれを直々に永田プロデューサーさんから直々にいただいたので、これはもうぜひお家に帰って即見たいと思います。そしてあの話の中にも出てきたこのアンダーヨーベッド、こちらもそうですね、面白そうなので、ぜひ見てください。もう夜な夜な見たいと思います。はい、というわけで今回の語るシネマは以上となります、はいはい。さて、次回の語るシネマボリューム4につきましては来年の1月末を配信を予定しております。またこの詳しい情報につきましては語るシネマの各 SNS について、情報を発信していきます。チェックとともにフォローもよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。語るシネマをご覧いただきありがとうございます。カトルシネマではオリジナルの T シャツ、トートバッグの販売を予定しています。詳しくは各 SNS でチェックしてみてください。よろしくお願いします。